前にサムネイル作りには説明する。はい。やっぱりな、旧長まで旧地形超えた。さあ、水沢美恵、お前がやったやろ、ボケ、カス。この自称神、お前か、不正通を、あの、措置入院依頼して。これ、いい感じしろ。あ、こいつらね、柴田とかね、ウェルランジのケースワーカーの辰巳亮太、水着の旦那ね。さあ、川崎とかね、木村がね、みんな、藤井雄二市長に報告するぞって言ったら、さあ、ビビり始めてやる。さあ、柴田も黙ったから、そう、黙り込んで。やっぱな、日本ってさ、海の連中に弱いって言われたさ、あかんかった。そういうこと。藤井雄二、利用させてもらったよ。あんた、戦時的に。そういうことで、利用させてもらった。うん。やっぱりあいつらビビったから。汚職が今見るの官僚は多かったよな。あ、パスポートの件は、もう連合国に報告した、ユナイテッドネーション。もうビルハバーグ会議の名人、ああ、聞いた、報告聞いたよ、そういうことでした。ああシャンティーリー、そう、ビルハバーグ会議の開催場所、そう、アメリカです、ね、さあ、やっぱり聞いたから、ああそういうことですね。いや、水沢美恵がサイバーテロやるこいつやって、さあ、水沢美恵の正体はしよう、ああ、スオイコの娘やったさ、スオフミやったさ、あのバーニングやったさ、逆にとはね、さあ、皆さん教えようか。あの、スゴイコーと、久保進むね。さあ、あ、バーニープラクション。アオニープラクション。さあ、兄弟同士。兄弟企業でした。四国兄弟でした。さあ、うん。そういうことでした。やっぱり混乱したが、俺が来たんでびっくりしたの。サムが介入したせいで、ね、混乱しまね。さあ、そういうことでした。俺の好きなのはブラックアンジェリカさんね。ブラックアンジェリカね。さあ、そういうことでした、アンジェリカで。びっくりしたんですよ。日本で似てる人です。遠藤彩さんですよ。うん。あ、遠藤彩さんです。特に似てる。そっくりやってます。そう。橋本工業のメンツは知ってますよ、野沢那智さん。のメイク。うん。ね、こうした進行あったの知ってますよ、そう。野沢那智さんが青鬼フラクション。むっちゃ強硬路線持ってたよ。さあ、むっちゃ強硬路線持ってたよ。ケンプがいて。強行路線取ってたよな、富田坊さん。知ってたわね、バーバーの。排除されて。ほんで、内海健二さんね。野沢雅子さんもね、あの、東京地裁でさ、仲裁してくれて、さ、申し立てしたんや。何度も申し立てしたんやさ。お前、無理やった、失敗した。そういうこと、久保進むね。さ、あの、東方のね、久保明さんも。さ、ニュースだってさ、東方。やっぱ東方か、東方がふふふふふやったから、やっぱ強いな、東方。やっぱ東方強いな。そう、なんでゴジラ大嫌なって、ここのね、米原とかね、あっちの長浜方面、新宿とか、あの富山翔吾さんね、そう、新幹線がある。名神ね。名神やったかな、こう、そうなの、名神。経営で国人。ここに来たんよ、さあ。来たんよ、説得したんよ、さあ。で、俺は交渉決裂したんだよ、もう。別の担当者がいて。皆様のご協力をお願いします。ああいうこと、プロデューサーっていうのは、こういうの担当。こういうの担当です、撮影場所なんかさ。そういうもんですよ。プロデューサーって。うん。偉そうな態度を取って貸し出し工場に行くのこういう今言ったらこういうところ撮影許可認めてくれるよしたもうやっぱりねそうしたまあそういうことですねいやブラックアジェニカさんブラックアジェニカさんおしまいよオーマニアのポンスターズのああただでさめちゃくちゃ好きだったんだなアディシェアリーがって言ったねあ18金物海外物でさもうお前違法してたそういうことでした、うん、こういう状態ね要はね水沢美がしつこかったよさあ水沢美しつこかったよ、うん、やっぱ水沢美お前か装置入院とパスポート妨害免許の返還最速詐欺お前らかそれと柴田お前もか上変わるな急な川の道川島意外せんボケ川島意外せんボケお前まだ急な川の本庁舎までこういうのするぞ、本当に。せえぞ、これ。いい感じせえぞ。ぶち入れぞ、これ。こういうことや。おい。
なぜ宮沢に宮沢伊藤に文句言うのもに、あいつが責任者。宮沢伊藤、お前分かってるな。ICC と同じ ICC、訴状提出、検討中や。9月以降に検準備期間やな。もう俺で LINE やれるかどうか分からんのね。さ、やろうかと言った。もう日本の司法は当てにならないってことです。もうサムのな、担当場所は、そう、連合国にありました。その連合国になって、その国際機関の担当になったの、ビルダーバーグとかね、IMM とか、IE とか担当になりました。そう、こういう道なの、そう、他になくなって、そう、こんな、誰も味方かいむて、だや、水は見えと見ずきや。宮崎徳次夫人が、そう、経由で日本政府が発表したこと、そう、そう、そういうこと。そう、水は見え、まあ、いい加減したっぽけ。なるほどね。そう、一応残し水なんだ、ね、事件と、その俺を排除して、その水は見えて、水は見え、まあ、いい加減してる場合やろ。お前、木本の吉田俊介らと、ナイトして俺潰しちゃって、知ってるとこで、いい加減してる場合や。一体いくらぐらい妨害保証金、保証金もらったの、国から。まあ、国家損害賠償、国家賠償、国賠法を使って、そう、日本政府訴えようかって。これ使えばよかったよ、俺。国賠法使う。そういうこと。そういうこと。小林さんの映画、なんで言うのやめるけど、別に俺に、どこじゃないよ。そういうこと。スパイしてこいって言っただけ、それだけ、別に、どこでもいいって言ってん、そう。小林さん、お前の覚悟しろ、ボケ。本当に。お前、知ってるぞ、プロダクションが懲戒処分食らって。追い出され、知ってるぞ、知ってるぞ、本当に。そういうことで、追い出されちゃうよ。お前、すみません。小林さんにね、水飴でこうしてほしい。そういうことでした。いや、水飴と水飴、相当揉めてたよな。ああ、バレちまったん、紙どうしたって。ああ、水飴をしてました。本物の紙です。デイティーズね、あのシャイニングフォースのさ、ヒュードルです。悪魔の、神聖タイプ、神聖、まあトゥルータイプっていう、うん、お待たせいたしました。このヒュードルです。ああいうこと。要はね、この誰も味方皆無と、そして長パスポート妨害、そして免許返還催促詐欺、これをやった時点で、もうやった時点で終わり。この子で、松見亮太、川崎七一、お前らも分かってるんやろ、どこや、君は。意外にしろ、ポケ。おお、どうなってんの、俺。おい、水沢文英経由で知ってるはずだぞ、これ。水沢文英経由で知ってるはずだぞ、これ。水沢文英、お前、クビになってんの、知ってるぞ、これ。意外にしろ、ポケ。お前、訴状、ICC と ICJ、提出するぞ、これ。ああ、もう彼でも分かるのに、サムはね、国際組織が担当になりました。仕方ないんや。これ以外俺担当する場所はないの。日本政府から見捨てられたんじゃない。最初からグルだった。さあ、俺の体にマイクロチップ埋め込まれてるとは。さあ、だからね、体調不良の原因だった。さあ、水溜め、お前か。20年前の交通事件で手術かけて俺マイクロチップ受けるの埋め込んだよ。脳と歯にも。お前らいい感じしろ、ボケ。やめたぞ、藤井氏。日本政府、お前、菅義偉で、お前ら、国際司法沙汰やぞ、分かってんよな、僕。水沢文英たちが責任取らないって、お前らが責任取る。分かった。責任取ってもらうぞ、本当に。水沢文英、お前も ICC に愛し、出頭してもらうぞ、喋ってもらうぞ、お前。どういう、お前、神なのか、証言するぞ、お前の原因で40年間苦しめられた。どんだけ実験罪でしょ、許さんってことや。そういうことでした。アンジェリーナ・ジョリーさん、サムコの皆さん、福島県、ね、やっぱりそうですか、やっぱり俺の件で揉めてたから、こっそり議論したいのさ、アフガニスタン情勢、さあ議論したいの、そういうことでした、大事か日本を批判してたの、そういうことでした、いや俺の好きなブラック・アジーからね、むちゃ好きでした、あ似てるって言ったら、まあ、もうエンドはやったら、あったもんだ。まあ、青だな、みたいな。まあ、アンドみたいな。この3名。
要はブラックアンディみたいなね、むちゃくちゃちっちゃい、あ、むちゃくちゃちっちゃい、あ、飾るか、みんなお前どうなんだ分かってるよ、消えとるぞこれ、お前みたいなゴミ女消えろ、消えてくれ、消えてくれです、分かった、水雨消えてくれ、以上です。